川村の館、とりあえず一課を読む5回目です。先ほど4回目の終わりで突然やめたのは、魅力の実にするという記述が出てきまして、なんか知らない訓読みがあるのかなと思って調べましたが、ただ実するで言いそうです。前回までのおさらいは、このスピノザという人がオランダ人のユダヤ人、オランダに住んでいたユダヤ人ですが、エチカを書いたんですが、この書き方が、普通のわーっとした文章ではなくて、幾何学的、つまり図形的に物事を整理してみようとやってみたそうです。ところがそんなことをしたのでめっちゃくちゃややこしいし、なんかいい加減なとこもいっぱいあるんじゃないかという批判があったということでした。でもこの幾何学的形式を通してではとでなくては表現できなかったこともいっぱいあっただろうと、この訳者が解説しています。ミスルのちょっと前からいきます。さらに進んでスピノザの思考様式の端的な演繹性、また彼の哲学の一特色たる無視の客観性ないし植物性は、この幾何学的形式を通してでなくては妥当に表現され得なかったであろうのみならず、エチカの 理性主義の底から立ち上る魂を見する平和の息吹と一種の神秘的妖艶とは、この厳粛簡潔な外的形式のゆえにかえって一層効果的に監督されることを我々は否定し得ないのである。言葉が古いんですが、神秘的妖艶、揺さぶる、揺さぶるということらしいですね。どっから見えるから、妖艶、妖艶、これは監督でいいのかな、ここですね、ここ。ちなみにこの訳者の解説は、1950年に書かれたそうで、私は一応ちょっとまだ生まれていません。続きを読みます。エチカはいわば巨匠の手によって、そうまたそうと丹念に築き上げられた壮大な概念の塔である。単なる通読をもってしては、内容の関連とその全貌を正しく把握することが困難な場合もあるであろう。本当にそうです。したがって、まだ読み慣れぬ読者のために、ここにその要項を述べておくことは、必ずしも無駄ではないであろう。ややこしいので、動画でも撮らないと何をやったんだかよくわかんないので、一応記録しているということです。現に見るごとくエチカは五部からなっている。第一部は神についてである。すべての結果、すべての原因の探求原因であり、しかも彼ら間違えた自らの原因も要しない存在者、すなわち自己原因
カタカナで、カナガブってあります。カウサスイの定義をもって、エチカの第一部は始まる。スピノザはこの自己原因を実体、カタカナの振り仮名が振ってあります。スブスタンティア、スブスタンティア、実体と統治し、実体を神デウスと統治し、神を自然、ナトゥラ、ナチュラルのことですね。と統治する、即神、即自然、神即自然である半神論。彼によれば、神実体は、神、括弧実体、括弧閉じは、無限に多くの属性、アトリブータ、アトリブータ、属性からなり、その属性のおのおのがまたその類において無限である、その類か。類において無限である。属性はつまり神の本質を構成し、神の力を表現する。さらにまた自然の中における一切のものは、神あるいは属性の変状、アフェクティを、アフェクティを変状、変わる状態、もしくは、様態、モードス、様に、何々様、様子のように、態度の態です。様態であり、これは、個物、レス、シングラ、リス。レス、シングラ、リス。個物、個人の個に、もの。物質の物ですね。という名でも呼ばれる。ややこしいです。すべての個物は神の中にあり、神なしには何者もあることも考えられることもできない。神は万物の内在的原因である。しかも、神はこれら万物をいわゆる自由意志によって生ぜしめるのではなく、自己の本性の法則に従って必然的に生ぜしめるのである。あたかも三角形の本性からその内角の輪が直角に等しいことが必然的に生ずるのと同様に、そして神が自己の本性の必然性のみによって活動することにこそ、かえって真の意味の神の自由は損する。損するというのは存在の損です。このようにして自然の中には偶然なものが一つもなく、すべては必然的存在である。万物は神がそうあるべく決定した通りにあるのであって、それ以外のあり方はできなかった。自然の中には単に原因、カウサ、オランダ語ですかね。原因のみがあって、目的、フィニス、フィニス、目的というものが存在せず、万物の正気については、何故ということのみが問題となり得て、何のためにということは問題になり得ないのである。しかし、目的論的世界観は、人々の心に深く根ざしていて、容易に
容易に抜きがたい類のものであるから、スピノザはこれを、この部の最後の付録の中でさらに、痛撃し、痛い、攻撃の撃、痛撃し、強く人間の自由を否定している。そして、人間が自分を自由だと思うのは、人間が自己の意志や衝動は意識しているが、人間をそれ狩る原因には全く無知なためだとしている。括弧決定論、括弧閉じ丸。第2部は、精神の本性及び起源についてである。神からは無限に多くのものが、無限に多くの仕方で生ずるもの、生ずるのであるが、そのすべてについて論ずるわけにはいかないので、ここではそのうち人間の幸福の認識に役立つものだけを選んで検討すると、スピノザは断り、この線に沿って彼は人間の身体、コルプス、身体と精神、メンス、ことに精神を論じている。かっこ、このことからもエチカは理論哲学そのものよりも倫理説を終極目標としたことが明らかである。括弧閉じ。エスピノザによれば、神の本質を構成する無限数の属性のうち、現実に我々の認識の対象となり得るものは、延長、エクステンションですね。の属性と、C、コギタティオの属性の二つだけであるが、C、身体はまさに延長の属性の一様態であり、精神は C の属性の一様態である。そして延長 C の二属性は、実体の中で合一していて、一実体の二面に他ならないように、身体と精神もまた人間の同一個物の両面に他ならない心身平行説。見えないですね。これで見える？見えないね。こうしてスピノザは精神を身体の観念、イデアコルポリス。身体をこの観念の対象、イデアトゥムであるとする。また精神は、身体を認識するばかりでなく、自分自身、かっこ精神、かっこ閉じをも認識するから、精神は、身体の観念であるばかりでなく、精神の観念、あるいは観念の観念、括弧、自、意識、括弧閉じ、でもある。精神は、その他愛したり、欲したりもするのであるが、彼によれば、感情や欲望は観念の一種であるから、精神はそのまま観念と統治されて、良いのである。そしてここから彼の心理説は
認識論に移る。彼によれば、認識には3種類ある。表象値、理性値、直感値がこれである。それぞれにカタカナのちっちゃい振り仮名があります。表象値、表す象ですね。肖像の象に知る。表象値。イマギナティオ、イマギナティオ、表象値、次は理性値、普通これは理性ですね、に知る知と書いて、横のカタカナはラティオ、ラティオ、理性値、その次は直感値、直感値、横のカタカナはスキエンティアイントゥイティバ、スキアイティアイントゥイティバだそうです。この3種類がスピノザが言う認識の3種類、だそうです、続きを読みます。第一種のものは感覚的経験に基づくもので、混乱した非妥当な観念からなり、第二種のものは概念的推理的認識であり、第三種のものは物の本質を具体的に把握して、これを神への直接依存の中に見るものである。第一種の認識のみが誤謬の唯一原因であり、第二種のもの及び第三種のものは妥当、従前な認識である。この部の終わりにおいて、スピノザは改めて意志の自由を否定し、また意志と知性、括弧観念、括弧閉じを統治し、第一部の付録に匹敵するその長い理考の中で、さらにこの趣旨を普遍としている、間違えた、普遍している、第三部は感情の起源及び本性についてである。本来の倫理学に入る前に、これと密接な関係のある感情の本質を見極めようとするのである。スピノザによれば、人間のいかなる愚行もいかなる感情も自然の必然的現象であるから、いたずらにこれを嘲笑したり悲しんだり、侮蔑したりすべきでなく、ただこれを認識し理解すべきのみである。だから彼は神や精神を取り扱ったと同じ仕方でこれを取り扱い、線、面、立体を論ずると同じ態度でこれを論じようとする。ところで、すでに言ったように、感情、アフェクトスは観念の一種であるが、これをもっと詳しく言えば、感情とは身体の存在力の増大あるいは減少を精神に意識させる観念、並びにあることをなすように精神を決定する観念である。それが感情。エスピノザによれば、人間の根本的感情は3通りしかない。欲望、喜び、悲しみ、がそれである。欲望とは自己保存の衝動の意識、言い換えれば自己の維持に有益なものを求めようとする努力である。おお、この限りにおいて欲望は人間の本質であり、また人間を
諸々の行動へ狩る原因である。したがって我々はあるものを善と判断してそれを欲求するのではなく、反対に、あれ間違えた。疲れたので今日はここら辺で。